日々思うことを語る今日の一言。5月3日の一門の舞踊会試行会を無事に終えて、今日はようやくお休みをいただきました。一日西沢渓谷というところへ行ってきたんですけれども、山梨ですね、円山の駅から車で小一時間のところなんですけれども、新緑の中の、ハイキング、山歩き、とても気持ちよくリフレッシュしました。久しぶりにこうして緑の中で深呼吸をすると、やはりこういう時間というのはとても大事だなということをつくづくと思っています。月末の国立劇場主催公演関の戸の稽古、また心新たに頑張っていきたいなと思った次第です。ではまた。